お、来た来た。こんばんは、皆さん。こんばんは。おひどいど。え、100いった。あ、目標達成。目標達成。はい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 。こんばんは。皆さんお疲れ様です。こんばんは。待ってました。ちょっと、あれですね。時間、あれしちゃったけど。すいません。ね、マジ可愛い。あ、どっちも、どっちもです。あ、そうじゃん。あれ違うっけ。こんばんは。あ、もう200人頑張れば行く、うん、頑張れば。こんばんは。こんばんは、皆さん。今日は水曜日、平日なんで。みんなどんな感じなんでしたっけ。普通にもう話し始める。自由に喋り始めます。皆さん今日はどうでしたか。お仕事お疲れ様です。有給取ってくれましたか。この日のために。今日お仕事だった方はどなたですか。今から自身のバレーに行ってきます。おー、ウォーミングアップ忘れずに、怪我しないように頑張ってください。東京から見てますって。イエーイ。でもなんか地味に暑かったりもするよね、うん、難しい。びっくりした。似てるけど姉妹ですかって。似てますか。似てるか。絶対似てない。見る、早いわ。眠気が、誰かと一緒。やめろ。今皆さん何してんですか。あ、ミキさん。ミキ？あ、君。ですよね。ミキ。あ、なんかミキに、なんかミキに対して質問来たよ。ありましたよ。あの、なんか質問いただいたんですけど、なんかミキさんに対して、あ、ゆうかさんへっていうことで。ゆうかさんまたたまに目が合いますってどういうこと？そう、ミキさんはどういう選手でしたかって来てましたよ。選手、うん、バレーボールをしてる選手。選手、え、もうアクロバティックでしょ。ミキはもうすげえよ、すげえよとか言って。お昼はまだまだ暑いんですよ。そういえばユーモさんめっちゃ汗かくじゃん。はい、汗かくようになりました。緊張して汗かいちゃうもんね。緊張して汗かく。昨日の、ゆうかさんと今日のインスタグラムの、あ、インスタライブの宣伝 しようって言って撮った動画撮った時 もう腕汗がすごかった。そう、緊張してやんの。ご飯です。何食べてるんですか。ニューヨーク。強い。みんな今ご飯ですね。そうだよな。暑かったって言う割の長袖の今。, 笑ってますよ、ミキさん。アクロバティックなミキさん。なんか面白い話してよ。いいですよ。あります？面白い。強制突然の。なんか面白い話してくれ。なんか面白い話しましょう、皆さん。日体大ってどんな感じですか。お鍋食べてます。いいな、お鍋。大大はもうみんなの すげえよ。そうだ、何しでかすか分かんないから。誰も止められないよね。へえ、そうなんだ。マジすげえ。見たことないわ。二人とも名前ゆうかさんで、ゆうかさんです。そうです。実は、あ、そうですよ、私たち実はあの共通点多いんですけど、皆さん知ってます？声が小さいんじゃ。共通点が多いんです。オクラ茹でてます。あ、いいですね、ゆるい。もずくの味噌汁とゆで卵、めっちゃダイエット、あ、月見バーガー。月見バーガー食べたい。やっぱりみんな声大きいの。大きい。ゆうかさん、面白い話お願いします。いやいやいや、先していいよ。
夕食は何食べましたか。何でしたっけ。鳥。鳥。そう、東京出身。私たち東京出身です。シティガールです。自分で言ってるんだし。マジで。シティガールです。いいでしょう。神戸。今こちらは神戸です。神戸です。3つ4つ下ん5個下。あ、4つ。マナさんと3つ下なんで。3つ違うんで4つですね。4つ。ゆうかさんにコートネームを譲ってもらおうと思ったことはありますか。いや、ないです。はい、当たり前です。そらのさつきとめいと。えぐいな。東京のどこ出身ですかって。江戸川区に住んでました。お、同じ。私も江戸川区です。シティガールと見せかけてバリバリの下町育ちです。小学4年ジュニアの場合、娘の質問です。どうしたらいいトスを上げれますか。オーバーパスが苦手です。ゆうかさんオーバーパス得意なんで。オーバーパスか。コツなんだろうね。膝を使う。ちゃんとボールの下に入る。で、全身で上げるみたいな、うん。雑だ。下町シティガールの今。そうですよ、ゆうかさんも実は下町。今村さんって筑波大学卒ではございません。ございません。推しメンコンビですって。イエーイ。ちょっととりあえずさ、なんかそのさ質問答えていこう。それでなんか面白い質問拾ってください。わかった。やばい、青学やぞ。ありがとうございます。そうですよ、青学でーす。新小岩が好きだって。私の地元は小岩です。新小岩いいですよね。ニノが、ニノの地元です。二宮。そうなんだ、はい。皆さん質問ありがとうございます。たくさん面白い質問に答えていきたいと思います。久光で一番モテるのは誰ですかね。ゆうかさん。違う。ゆずとかじゃん。あ、いや、マナ。いや、もうそれはね、十人十色よ。好みですから、ね、そう、好みが大体揃ってると思えばいい。じゃあどれにしようかな。小岩で働いてましたって人もいます。あ、先日会社訪問ありがとうございます。ビスコ良かったでしょうって。ビスコの サバで。あ、ありがとうございます。めちゃめちゃテンション上がったね、あれ。はい、ね、とても嬉しかったです。すごかったですね。またぜひとか言っちゃっていいのかな。いつでも。選手みんなテンション上がってました。サミツガールに人気なのはイマムーかトエマナ。イマムーのあれなんですね。イマムファンの方々からはイマムーかユウカ様。そうだね、ゆうか様って感じですよね。ゆうかさんは本当に。いや、それはさ、もうどこか分かんないけど。みんなに呼ばれる、うん、私の親にもたまに言われる。ゆうか様。そう。何っつって普通に答えるから。韓国語が読めない。神戸ではどこに遊びに行きますか。神戸、三宮、うん、早く。はい。サインもありがとうございます。いえいえ。松尾建設さん、ね、あった面白い人も。ミスから、ね、ああ、わかりました。松尾建設。サミツの選手の中で一番男装が似合う選手は誰だろう。男装でしょ。
多分私似合うわ。いや似合う。多分1位に争えると思う。誰と争います？誰にしようかな誰だろうな。男装でしょ、うん、身長デカめの方がいいじゃん、うん、皆さん誰だと思います？私じゃね、うん、間違いない。私です。イエーイ。ゆうかさんどっちも いけるからな。圧をかけられる。いけ。いや、おい、自分の意見言えよ。私、うん、私だと本当に思ってんのか。思いますよ。よし、現役引退したら何したいですか？うん、全然違うことやりたい。まず自分探しの旅だよね、うん。ヨシタケ、あー、ヨシタケじゃね。いやー、私にはかなわない。彼女が作ってくれるご飯が微妙にしょっぱいです。じゃあ自分が作ったご飯がしょっぱかったらなんて言われたらいい？あー、でも言ってほしいかも。ちゃんとはっきり言ってほしい。あー、何？しょっぱいんだけどつって。いや、それはちょっときついな。うん、ちょっとなんか塩分多めだ。じゃあ明日むくみそうとか。そうはあ。でもそうだね、明日むくんじゃうでいいじゃん、うん、それかなんかちょっと塩分控えたいんだよねっつって遠回しに、うん、それで伝え、笑いながらしょっぱーってさ。それいいじゃん、しょっぱって言えばよくない？普通メンタル。料理しますか？料理しますか？あ、料理します。あ、聞いてください、私、まあ、1年、あ、そうだ、ね、1年前ぐらいですよね、ちょうど1年前ぐらいの、うん、そうだと思う。1年前ぐらいにゆうかさんのお家にお邪魔したことがあって、アリサさんと一緒に、井上アリサさんね。その時にゆうかさんの手料理をごちそうになったんですよ。何作ってくれたと思いますよ、ゆうかさん。何でしたっけ？皆さん当ててください。ちょっとゆうかさんが作ってくれたもの。てか200行きました？わかんない、まだ行ってないかも。ねえ、鼻あぐらとか悪口書かれた。私、何か鼻あぐらって。私の鼻あぐら書いてるんよ。あぐら書いてんの。オムライスじゃないです。違いますね。正解はね、唐揚げです。唐揚げ、唐揚げですよ。私、しょっぱかったですか？いや、しょっぱくない。めっちゃ美味しかったです。もうびっくりしちゃった。もう初ゆうかさん家にお邪魔させてもらって、こんな美味しい唐揚げを食べてもいいのかという。うん、私なんか誰かのためになら作るよらしいです。自分のためにはしょうもないのしか作らん。おでん、ビーフストロガノフ、星と石油王からプロポーズ、どちらの愛、どちらを受け取りますか？推しでしょ。で、作ってほしい。唐揚げ食べて次の日むかなかったですか？むくんでないです。もういい気分でした。池谷さんの得意料理は？私の得意料理はあれですね、味噌汁。お味噌汁一番良くない？はい、豚汁とか、豚汁とか。ああ、いいね、うん、汁物系。味噌汁？そうなんですよ。やばいね。何がやばいねって。どういう。これめっちゃゆずのこと聞いてくる人いる。ふが選手は普段どんな感じですか？もうあんな感じよ。あの、ものそのままですよ。うん、え、あ、僕の食堂にうな丼あるんですか？
え、わかんない。すごっ。これ何、圧力は、圧力釜は強力ってどういうこと、どういうこと。マナのインスタライブで、うん、マナがゆうかさんからタンプレで圧力釜がもらったって言ったら、コメント欄で皆さんがゆうかさんからもらった圧力鍋は強力そうだって強そうって言って、どういうこと。イメージ的な、ね、ああそういうこと、あの威力が強いってことね。当たり前でしょ。生まれ変わるなら久光の選手で誰がいいですか。誰にももう生まれ変わりたくない。やっぱりイケメン派ですか。ああイケメンに越したことはなくないですか、うん、濃い薄いどっち。ああ濃いかな。あ濃いが好き。はい、へえ。やっぱり薄いが流行りですよね今。うーん、そう流行った。いや私濃い 薄いだな。うん、なんか多い麦茶美味しい。多い麦茶じゃないけど。多い麦茶じゃないですよこれは。多いお茶ですよね。健康ミネラル麦茶です。圧力鍋の話は言って。世界バレー見てますか。そうですね、見ました。今日もやりますね中国戦。この後見ましょうね皆さん。応援しましょう。応援してきてるファンの中でかっこいいと思った人いましたか。はい、ゆうかさん、ゆうかさんは普段どんな服着ますか。どんな服着ますか。ゆうかさんのインスタ見てますか皆さん。おしゃれな。いや違うよ。例えば俳優さんで誰が好きですか。例えば芸能人、ほらめちゃめちゃタイプ聞いてくる。でもずっと好きなのは市原隼人。ダメですか。変な顔しちゃった。市原隼人、うん、かっこよくないですか。かっこいい。何ユウさん今そこ、うん、キマゼット、キマゼット。何それ。気まずい時に使うんですよ。あそうなんだ、はい、気まずいの Z です。Z Z するんですよ。久光のコーチで一番タイプは。久光のコーチで一番タイプ。いないな。若さん。それぞれみんなの違う、もうみんなかき集めたらいいよね。つまり食えばよくない。確かに。バレーしなかったら何してましたか。これゆうかさん何回答えましたよね。うん、佐賀の優勝報告会で。あそうだそうだ、ニートでしょ。ただのニートじゃないからね、カリスマだから。カレー大好きコーチ、あ、しゅんさんね。しゅんさん、クエスチョン。チームでいい匂いなのは誰ですか。みんななんかそれぞれ匂い放ってますよね、うん、チームでいい匂いなの、常にいい匂いしてるの誰だろう。誰だろう、誰ですか。どんな試合の時ルーティンありますよゆうかさん。ない、私もない。ただなんかフィットする下着はつける。あー大事ですよね。うん、すいません白沢あかりのファンです。すいませんって。今もいい匂いしないのか。ゆうかさんいい匂いしますよ。あゆうかさんの匂い。おいゆうかさんの匂い大好きなんです私。ゆうかさんが、あそうだ、一時私の匂い振りかけてたね。はい、はい、あの試合の時につけるゆうかさんの匂いが大好きで、ゆうかさんの余韻をもらってました。いつもなんか羽ばたきそうな匂いです。マジでいい匂いですよ。あざす。はい、質問答えよう。はい。すぐこっち。今分の匂い。めっちゃゆうかさんのこと大好きな人がいる。富山は連れてこん。連れてこん。ガタゴロ。今度高橋のお寿司食べ行こうだって。いやお寿司、美味しいお寿司屋さんあるんですか。ガタゴロだと。試合の日は化粧しません。しません。
あ、じゃあ佐賀県にはどんな印象を持ってますかって。坂がない、坂がない。え、あれめっちゃ平田らしい。平田？平地？へえ、そうなんだ。らしい。じゃあなんていうんですか、歩きやすいっていう。そうそうそう。ここら辺坂が多いから。確かに。ガタゴロとツボ侍どっち派ですか？ツボ侍。うん、そうかもしれない。ミカとマナが見てる。マナ？ウェーブじゃ、ウェーブ。今来ましたね。マナなんかマナ呼べとか言われてる。おいでマナ。ほんとだ。マナおっす。皆さん。宮崎の公式戦見に行きます。頑張ってください。ありがとうございます。そうですね。今年は宮崎県のホームゲームが、宮崎もホームゲームになった、ホームになったんですよね。ぜひ。ぜひぜひ。行きたい県はどこですか？行きたい県私。行ったことない県。2人とも移りいいようだ。イエーイ。行ったことない県いっぱいあって。かわいい、マナのがかわいい。棒読みですよマナさん。そう、行ったことない県いっぱいあって。何県っつった？言ってない、まだ言ってないです。めっちゃじらすじゃん。あの端と端行ったことないです。まだ北海道と沖縄行ったことないんで。へー、行ったことあります？あるよ。どっちも？ある。いいな。私今香川行きたいん。香川行きたくて、直島だっけ、島に行きたい。いいですね。あ、今一番食べたいものは今あ、ミスドミスタードーナツ食べたいね。食べたいね。皆さんミスドは何が好きですか？あ、そう、あのミスドの1時間食べ放題ってある、あれやったことある人いるんかな。いないか。やったことある人。あれ全国どこでもやってるんですかね、知らんけど。香川でうどん食べまくりたい。いや、うどん食べたいな。あ、これ質問でも聞かれました。好きな、ゆうかさんの好きな服のブランドはって。ブランド、最近なんか、前はねこれっていうのあったんよ結構。最近なくなってきて、なんかその時によってだね。うん、でもなんかパーバーズっていうところはパーバーズ結構見るかなって感じ。お高めです。パーバーズだったかすらも怪しいけど。みんなめっちゃミスドの答えてくれてる。ゴールデンチョコ私も大好き。私も好き。あの黄色いやつだよね。はい、なんか吉武ハワイとか言ってんだけど。何？あ、ミスド？あ、食べ放題何したん？何個食べれた？9個らしい。はい、私は9個。基本みんな9個らしい。次の日は抜くみます。あら。行った、イエーイ、200人。5人減った。ミスド。あ、沖縄でソーキそば食べたいわ。あれ美味しいんですか？うん。パンパース？洋服どこで買えますか？10個行ったって。え、すごっ。すごいじゃん、吉武。13個。すごい。おいだ、9個が限界とか言ったの誰だよ。私やったことなくて。私やります。10は行くな。私も思いましたよ。でも10は行くって、元は取りたいと思って。恋してますか？恋してますか皆さん。皆さん綺麗。あ、待って、あの、うん、なんだっけ、デートでさ、そう、私が気になるのは、うん、今も15国行くな。行くよ。デートって何するんですかっていう質問。あ、今日お昼話しましたね。皆さんデートって何するんですか？でも学生の頃のデートとかのイメージって映画じゃない？映画見てプリクラ撮って、うん、ウケる。
も今の学生は多分違うんだろうな。ね、今の子何やってんだろうね。イチャイチャするイチャイチャする。お手手つないで歩く、あ、制服でね。鬼ごっこディズニーね。え、彼氏とそういうテーマパーク行ける？いや、今の年だったらテントサウナ、無理かも、ね、アイススケート何しよう。何する？何します？じゃあ明日デート しようってなったら何す、どういう提案する？ドライブ、あとか。でどこ行く？いや疲れてるからもう自然が、自然に、自然、うん、自然豊かなところに行ってちょっと癒されたい。どんなプロポーズされたいですか？あ、これもね、誰かと話しました。私もなんか言ったよ。私はもう普通に、なんだっけ、何がいいですか？いや普通、あ、じゃあセリフ、何、セリフ普通に結婚してください、はい、普通がいい。ゆうかさんは？私なんだっけな、なんだっけなって感じ。私も普通にいいや、もうちょっと今妥協した。普通がいいか、あのロマンチック系がいいか。ああね、サプライズというか、ちゃんとなんかお店とかで、うん、あ、でもお店とかでちゃんとしてっては思うかも。へえー、緊張しとけよってなるよ。そんなこと言ってると結婚できねえぞ。無理な男性は、無理な男性、無理な男性の方が多いわ私。あ、確かに。なんか好きなタイプあげるより無理なタイプあげた方が多い。何ですか、これだけは無理みたいな。え、朝ダラダラ寝てる人。ああ、あと何だろう、清潔感ない人。あ、清潔感ない人無理。あとなんか自分の意見曲げなすぎる人。ああ、わかる。で、ゆうかさんに曲げない人なんています？いるよ。てかなんかさ、こうなんか答え持ちすぎてると、いや一回曲げてそれをや、なんかやめよう。ちょっと熱くなっちゃう、熱くなっちゃう。頭固い人じゃないですか。あ、そう柔軟性ない。やっぱ私朝強い、割と強いくはないけど、強いけど。はい、コメントだけ持ってこいって言いそう。ねえ、まだって言うわ。ねえ、まだは可愛くないですか、さすがに。ねえ、まだなのって。じらしてんのって言って。年上なら何歳まで OK、 別に何歳でもいいけど、その精神ね、あのなんかイケてなきゃやだね、うんうん、イケてるおじさんなら、うん、いいですよね。うんうん、結婚式あげたい派ですか？あげるでしょう、うん、あげるでしょうとか言って結婚ネタ、今の頭に浮かんでる特定の人いそう。どういうこと？嫌いな人が、好きな人が、あ、どっちだろう、ね、全然上がってない。午前には起きます。うーん、恋人つなぎして寝てる。えー、かわいすぎる。それはかわいい。毎朝コーヒー沸かすから結婚してって。どうですか？よしよしよし。相手の身長はどのくらいがいいですか？自分より高ければいいかな。高くあってほしいけど、別にちょっとちっちゃくてもいい。ゆうかさんのスタイルがいいんじゃ。相手が気にしなきゃいいよ。確かに、うん、器じゃん、器じゃんとか。こんばんは、今なんか知り合いで見てる人いないんですか？誰もいなかったりしてね。さっきエリカさんと、あ、エリカさん、エリカさん、ヨシタケ、ヨシタケちゃんは、あの、なんだっけ、ポンデリングが好きなの？何が好きなんだい？あ、でもじゃあみんなの好きな、あのね、なんだろう、わかった、あれだ、あの、あ、ま、丸いやつ、エンゼルクリーム、うん、で私は、あ、エリカさん、
え、なんだろう、あのチュロス。ああ、さあ誰ですか、ミカちゃん。エリカさんファンですって人がいる。キャー。もう。エリカさん炎上してます。ポンデリング大好きです。おだまり。おだまり。みんなオールドファッション好きですよね。エリカさんのファン多い。うん、質問読んでくださいって言ってるよ。はい、あの、ね、さっきから久光以外のチームで入ってみたいチームありますかってめっちゃ来る。あります、めっちゃ来る。 あ、ある、うん、ゴールデンチョコ、あ、エリカさんゴール、私も好き。エリカさん一緒ですよね、黄色いブツブツのツブツブ、そうそうそう。エリカさん推し多いな。シーガルズ3位でした。でもシーガルズがどんな練習してるのかちょっと気になる。確かに。あ、ポンデリングとチュロス、シチューパイ。ポンデリングやっぱ強いな。ゆうかさんってなんでそんなにかっこいいのって。それはかっこいいって思って見てるからかっこよく見えるだけで。ゆうかさんマジかっこいいんですよ。ゆきさん推しです。何、じゃあ言ってみて言ってみて。え、いや、ゆうかさん本当にかっこいいなって。私本当に泣いてん時から思ってた。あれ、あれ本当に、あ、違う、泣いてん時から。具体性がないよ。違う違う違う、なんか言っていいのかわからない、ちょっと何NG かもしれないからちょっとやめとく。久光顔面偏差値高い、高いんだよ。みんな言ってくれますよねそれ、うんうん、確かに。なんかわいい。ゆうかさんメンタル男前ですね。全然もうこれっぽっちしかないですよ、うん、メンタル。めぐさん推し。やっぱめぐってインスタライブしました？まだまだ、まだか。これから、これからです。めぐちゃんはお互いの第一印象は、出た、第一印象ってどっからが第一印象かわからないけど、はい、私はゆうかさんのこと学生の頃から知ってるんで、だからゆうかさんはもう大学バレーに歴史に名を刻んでる今村優香さんなんで、もうあの今村優香さんだって思って見てました、私は。これがすごい。違いますよ。いや、私はなんか山田二千華が一番かわいい。山田二千華。久光です。みゆさん推しです。山下みゆさん推し。みゆさんも強いな。前回のインスタライブで、ミカちゃんが池谷優香と優はどういうこと？池谷優香って名前って知らなかったことじゃないの？どういうこと？ヨシタケ。それはさ、ミカはそうですね。それはさ、ちょっとあれだね。うん。それはちょっとあれだわ。結構やらかしてます、ね。練習あるよ、試合で洗っちゃった失敗ありますか？練習あるよ、ね。いや、よくあるよ。よくある。意味わかんないことばっかしてるから私。ゆうかさん、私バイトしてましたよ。え、青学時代？青学時代もしてたし、高校もしてた。へえー、どこでしたんですか高校の時は。あ、で、ラーメン屋。そんなことじゃない。居酒屋もしたし、飲み屋さんもしたし、パン屋さんもした。へえー、幅広い。そう。社会科見学してた。いや大事ですね。でも無理だった。普通にいらっしゃいませが、いらっしゃいませの練習めっちゃさせられて無理だった。いらっしゃいませーつって。大学の時は？も居酒屋とか。飲み屋さんしててパン屋さんした。へー。ゆうかさんの笑った顔が可愛いですって。ありがとうございます。笑っとけ笑っとけ。はい、可愛い。売れ残りのパンはあのね、ラストで働くと破棄されるパンはもらえてたな。うーん、笑え笑え。笑顔でいらっしゃいませの。いらっしゃいませって言うんですか。そう、当時の感じでお願いします。いらっしゃいませ無理だよもう。しかもこんな、こんな何か、こんな帽子かぶられて。
おもろい。自分は高身長フェチで自分174で77の彼女実績、強い実績だ。試合中はすっぴんですよ。らっしゃせーらっしゃせらっしゃせー。ゆうかさんとまなさん似てるって。私ですか。うん、愛さまない。17歳のうちにしたこと、しておいた方がいいことは？17歳って高校生？はい、高2。制服デート。彼氏がいない場合、何ですか？無理をしとく。無理して遊ぶ。知らない。今ちょっと適当に言っちゃった。でもなんか体力あるうちに遊んどいた方がいいと思う。あとなんかいっぱい友達作ってもいいんじゃないかな。ゆうかさん視力めっちゃいいです。何でも見えてますよ、ゆうかさんには。関西弁映らないですか？映んないよね。映んないです。ゆうはバイトはしたことない。え、日体もダメなんだっけ。はい。やってみたい職業は？やってみたい職業、あのアンケートのやつで1日だけアルバイトするなら何したいですかみたいなアンケート答えました。うん、答えた。私あれであれやりたい、ブライダルのウェディングプランダー。はい、人の結婚式。いいね。のやつやってみたいと思って。あ、緑寿司行きました。いいな。どこにあるんですか？渋谷とかにある。たまに睨む。私睨んでる。なんでユニフォームってピチッとしてるんですか？私も聞きたい、それは。好きなバレエ漫画は？バレエ漫画ってそんないっぱいあるの？あ、なんですか？配給しか知らない。アタックナンバーワン。あー、配給とか読んだことない。今でも制服デートしたらいいじゃん。いや、犯罪ですよ。いけます？しようよ。いいじゃん、コスプレになっちゃうじゃんね。そういう YouTube とか撮ったらいいのに。確かに。ゆうさん鼻や、マジ尖ったナイフって。あ、ユニフォームの色といえば、あ、そうですね。そうだそうだ。ダラーン、ダラーン。皆さん今シーズンのユニフォームデザインこんな感じなんです。キーホルダー、これなんか去年は青しかなかったんだっけ。青と白。青と白で、今シーズンは全色赤白黒青全色作るみたいなんですよ。そう、検討中らしいんですけど。何色欲しいですか？皆さん何色が欲しいですか？これ可愛いですよね。ダラリン、ぜひ購入してください。可愛いですよ。去年の方が好き。それは主でしょ。それは言わない。皆さん12と15買ってね。買ってください。青、ブラック、やっぱり青。赤買いました。赤まだ売ってないですよね。じゃあユニフォーム買いましたじゃない。12買ってください。15もぜひ。ミラーだから買うしかない。黒、黒、青、黒。やっぱみんな黒。黒結構グラデーションすごいから可愛い、うん、早くちゃんと見せて。こんな感じです。言えちゃった。 yes, yes, yes. いい感じ、いい感じ。ゆうかさん最近怒りましたか？最近起こったことは何だろう、ないかも。もう穏やかな毎日です。そう、プリカ T シャツ買いました。ありがとうございます。去年の、あ、ありがとうございます。みんな黒が多いです。10しか買わん。はい、黒が人気なんですね。うん、赤白はあれなのかな。ユニフォーム型のチケットホルダー販売してほしいって。なんだって？ユニフォーム型のチケットホルダー。チケットホルダー？あ、がユニフォームってこと？うーん、検討します。
年のアクスタってあの透明の、ああコーヒーの木順調に育ってますかと思うじゃないですか。最近なんか元気なくて。それはあなたの愛情不足です。はい、そうなんです。でもなんかちょっと気温下がってきたから水あげすぎ良くないみたいですね。愛情をあげてください。はい、分かりました。ね、だから本当にさ、うん、そこの質問何も答えてないからね募集だけ募集してちゃんとしてよ。はい、あ、祝祝会みたいなのはないですか。そうですね、今シーズンも今シーズンもないみたいです。赤羽と東十条どっちが楽しいですか。赤羽です。何かあります、赤羽に思い出。え、プリクラ撮れる中学の時よく行ってた。うーん、初恋の人に会ってみたいですか。初恋っていつですか。え、わかんない、どれが初恋なんだろう。うん、幼稚園の時も好きな男の子はいました。いたけど顔すら名前すらも覚えてない。確かに、ね、ゆうか様、髪をかき上げてみてください。いやよ、すいません、そんないやよとかおすすめの曲って。おすすめの曲、なんとあいみょんでしょ。あいみょん、今シーズンもねホームゲームではみんなのおすすめの曲が流れるので。あ、そうそうそう、3曲まだ私選んでないけど。はぁ、あさってまでじゃない。え、そうあいみょんぶち込みます。もちろん私ちょっと私っぽくない歌チョイスしといた。へえ、盛り上がりますねそれは。赤羽のイタヨカドよく言ってた。ユウさん髪の毛かき上げてみてください。いやーよサインボール投げ込み復活すると、確かにおもろかったな。おもろかった。私はやったことないわ。私コロナとともにだったんで。そっか、はい。バレー以外でスポーツ好きなスポーツあります？え、見るのはバスケが好き。確かに一番のストレス解消法は？汗をかく。おお。あ、う、いや、うま、いや、買い物か、うん、ご飯、美味しいもの食べる。美味しいご飯を食べるか汗をかくか、うん、どれか。何？美味しいもの食べる。ゆうか様はどんな曲で通う？それは内緒だよ、内緒。そうですよ、ホームゲーム来てくれてのお楽しみです。サインをいただくにはどうすればいいですか？そう、サウナ行きたいんよ。最近私サウナハット買ったから。えガチ勢。え、私も持ってますね、もうサウナハット。じゃあ行こうよ。もらいました。もらったの？はい、プレゼントで。久米津で一番人気の選手はやっぱり石井由紀さんが、はい、一目惚れした服で予算オーバーだはどのくらいまでで OK？ 自分、でも私本当に欲しかったら頑張っちゃう。うん、優香さんはやりそう。でも安くてもちょっと引っかかったらたなんかダメ、さか高くて買えないってなっちゃう。あ、シャンプーハットって何？あのちっちゃい子とかがつけるボケってこと？ボケってことか。あのあれか、なんかホテルとかについてるやつ？あ、違う？あ、こういうやつか。こっち目に入んないやつ。今にするやつ。男の人で好きな服装は？シンプル。じゃあ自分が嫌いな服を着てきたらなどうする？言っちゃう。なんて言う？あ、それ、え、言って。え、それ嫌いっつって。一緒に買い物行く。へえ。そうか。はい。ゆうかさんはどうします？どうしよう。え、ゲル。ゲル。それどこの？っていう。
装はどんな男性のってことですか、うん、なんて言うんだろう、イメージはできるけど言葉にはできない。だね、昔ボーナス一括で服買ってました。うん、何買ったんですか。マナさん次やりますか。やりませんよ。マナさんも、ユウさんはどんな服が嫌いですか。男の子です。早く答えなさい。どんな服が嫌いだよ。水風呂超好き。足のとんがった靴、あ、はい、足のとん先っぽ。彼氏を自分色に染めますか。どういう染めません。キバ系はダメ。ダメ。キバ系はダメ。僕おしゃれ、本当におしゃれ。好きな髪型、それはどっちですか。男か女か。好きな髪、私パーマ好きよ。男の人の、うん、どういうパーマですか。なんかいろんなパーマ最近なんかすごいじゃないですか。あ、うん、どんだってセンスがいいパーマよ。でも私男子、男の人のなんかなんだろう、ずっとこうやってやるのもやだ。あ、私もやだ。やだなんかちょっとこうやった、あ、やだやだやだ。出た、ぐでたまさん。ぐでたま、ぐでたま、こちらの話だからスルーしましょう。でもなんかピチピチのデニムもやだ。いや、やでもないかな、わからん。好きな人にショートカットが好きって言われたら髪切りますか。切りません。切りたい時なら切る、うん、でも切ろっかな。揺れてみようかな。パンチパーマはどうですか。いけてると思ったらいいと思う。似合ってればいいんですよ、うん、いや、アフロとかマジおしゃれだと思う。いつまでに結婚したいですか。もうその時期は過ぎました。好きな仕草、好きなあれは、フェチは、フェチは、匂いとか。あ、匂い、私アキレス腱が好き。アキレス腱がどうですか。なんかすんごいえぐれてる。ちょっと長めのアキレス腱。なんかさ、あのくるぶしのさ靴下あってさ、こうちょっと空間ある。あ、はい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 。あそこが？そう、あそこあるあるほどおえいってなる。らしいです皆さん。あとね、やっぱフェイスラインと鼻だね。あ、具体的。私タバコダメです。いけます？タバコ、うん、別に重要視してないけど吸ってない方がいいんじゃないと思う。性別も年齢も家柄も関係ないのは恋らしいですが、お互い、あ、お二人がこれは恋だろうって思うのは何。これ歌詞ですよね。歌詞だね。どんな恋、恋だろうだっけ、なんだっけ、性別もってやつ、年齢もワッチみたいな。あ、違う、ワッカ、ワッチ、なんかわかんないけど、それだよね。絶対そうじゃん。恋だろって思うのは何ですか。恋してるなって思う瞬間何。何でも頑張れるじゃん、うん、恋してたら。うんうんうん。何、どう、どう、何したら恋してんの。池谷優香が恋をする瞬間は何ですか。これのために頑張れる、そうですよ。だから何しても頑張れる時とか、あとなんか自分を磨いてる時とかです。可愛くなっちゃうね。どうしよう、可愛くなっちゃうじゃん。ゆうかさんは、私言ったよ。あ、そっかそっか。それか、そのなんか一緒にいない時に考える時間が増える時じゃん。ああ、連絡まだかなとか。ああ、目がハートになる。恋ね、英語は得意ではありません。ゆうかさんも恋してません。
英会話得意ですが、得意ではないです。芸能人の誰が好きですか？あら、美咲、美咲さん見てくれるって言ってたわ。美咲さん、ゆうかさんめっちゃ大人目になりそう。いや、そうでもないんですよね。恋しちゃったんだ、多分気づいてない。恋しちゃったんですよこれ。多分気づいてないよ。文学部です。文学部の芸術です。ゆうかさん、うん。異性でロン毛かポーズだったらどっちが？私ロン毛結構好きかも。あ、私でも坊主似合う男の人っていいと思いますよ。声はきっと急上昇。ルークとどんな風に話していたんですか？ルークの IQ が高すぎてさ、結構何でも理解してくれてたね。ルークの日本語力が素晴らしかったです。そうそうそう。今風はなぜバレー、ああ動くないと思うんだ。そういうこと。第5坊主にしてきます。ぜひ。お二人ともフォローされている永野芽郁さんはどんなところが好き？永野芽郁フォローしてます？なんか最近したんだよ。可愛いですよね。可愛くないですか？ダメ、うん、可愛いしか言えなくない？いや、言わ、あの、可愛いよ。可愛いですよね。可愛いよ。マジで可愛い。若さんのかっこいいと、若さんがかっこいいと思います。やっぱ若さんかっこいいっすよ。若さんのファン多いですよね。プロフェッショナルです。佐賀の開幕戦みんな期待してます。気合入れてきてみんな。鳥栖市民になりたい。だって鳥栖市民ぜひぜひ。私の、まあ、来年の2月に完成しますもんね、新しい体育館が。長野メイム生で見たら可愛すぎましたって。ゆうかさん AB 型でしたっけ？はい、 AB 型でございます。ルークにまた、ルークまた会いたい。私も、好きな鍋の具材と種類は、キムチ鍋が大好きです。具材はってどういうこと？豆腐。私長ネギ。今日久々にラーメン食べた。ラーメンといえば大竹里穂さんです。秋田から菅井木線行くけど佐賀の名物って何ですか？ガタゴロ以外。だってガタゴロどんまい。なんだろう、名物。あ、イカじゃない？うんうんうん、美味しかったですね。予備校のイカは美味しい。でも基本的に九州ってか佐賀なんか美味しいものが多い。お魚も美味しいし、うん、神戸のおすすめのラーメン屋さんは大竹里穂さんに聞いてください。ぜひ DM でもして送ってみてください。お互いの第一印象は答えました。ゆうかさんのお酒飲みますかとか言って、私のあの、マジ、やたかさんわかるでしょ、 NEC だ。知ってるでしょ、ガタゴロの煮つ、なんていうんだっけ、佃煮か。久光でしてみたいイベントはありますか？何したい、何したいかな。もっとあれですね、運動会。ドッジボール大会。あ、いいですね。どうなるんだろう。あ、シシリアンナースじゃん、佐賀。そうだそうだ、呼ぶ子です。呼び子ではありません。はい、すいませんでした。なおさんいますよ。今やたかなおさんいますよ。アウェイ会場でもグッズ売ってください。いけます。確かに昨シーズンも売ってた、売ってる、売れるとこやってた。そうですね、売れるところは出ました。売れる。そう、カラオケ大会。いや、カラオケはちょっとやだわ。YouTube でドッキリ
ヒューズさんコーヒーの木の鉢大きいのに買えないんですか。え、だってまだ 木まで育ってませんもん。なんか 3,4 年かかるみたいなんで。とりあえずでっかいのにしないと多分でっかくなんないよ。あ、そういうことなんですか。どうなんだろう。あ、そっか、植え替えとかしないといけないのか、うん、その安易に買うもんじゃないんだよ、生きてるんだよ。私捨てちゃった。手に負えなくて捨てちゃった。ごめんなさい。ファンクラブ入会した人の特典でいつ頃届きますか。未定です、すいません。免許証取ったので車に貼り付けるチームステッカー欲しいですだって。作っちゃいましょう。吉武ちゃんに、あ、寝起きドッキリしようよ。誰にします。誰、どうしよう。吉武めっちゃ不機嫌な吉武。不機嫌だったら美咲にするわ。じゃあ美咲さんおもろそう。ファンクラブ入りました、ありがとうございます。じゃあ私、ゆうかさんゴキブリいけるの、ゴキブリ事件で。みんなすごいすごい、ゆうかさん話してください。あの、それこそゆうとアリサがうちに来た時に超でかいゴキブリ出て、マジとんだ騒ぎになって、でも私が殺したね、はい、でもあれ以来マジ一回も出てないからね。てかあれより前も出たことないらしいんですよ、うん、ゆうかさん。最初で最後なの、マジ絶対連れてきたでしょつって言われてる、ずっとマジで荷物から絶対連れてきた。めっちゃでかかったですよね、マジ。その後もね、その後も面白かったんですけど、寝室にね、ベッドルームにさ、ゴキブリが逃げ込んで、もうキャーってなって、もう、ね、すんごいね笑ったね、はい、笑いました。あれは笑った。次マジ遊園地に招待してよ。はい、行ったことない。ゆうかちゃん寝起きいいですか。私ゆうかちゃん、うん、私絶対いい方、マジでいい方。私も多分いいと思う。いいとはない。意外。え、そんななんかおはようみたいな感じじゃ。おはようございます。おすすめのシャンプーありますか。おすすめのシャンプーはなんか最近美容院で買ったのがめちゃめちゃいい。何ですか。え、それは教えない。嘘。あのね、ちょっと待って、なんかオーガニックで、ちょっと調べていいですか。昔バッグに久光ロゴステッカー自作して貼った。すごい。キラさんむくってきます。いや、むくってパッです。いきますよ。今日私がチンを起こした。うーん、オイルリンスしてない。そんなしてない。ちょっと探せん。マグネットリボン販売してほしいって。何ですかマグネットリボンって。あ、これオーセンティックビューティーコンセプトとかいうところのシャンプーリンスがめちゃめちゃいいですよ。らしいです。絶対聞き取れないよね。この黄色がおすすめです。見しちゃっていいか。これです、こちらです。さっきっていうか、なんか前久光の選手のアラーム目覚まし時計欲しいみたいな。起きろーっつって。あったよね。あるんすか。いつだっけ。待って、クラブと今部の上り買ったけど箱に入ったままです。叱ってください、出してくれい。今すぐ出してくれい。窮屈そうにしてますよ。上りって上り。掲げとこ。いや、ぜひ今シーズン掲げてもう振り回しちゃってください。クルト村上選手。あら、これ何時まで。あ、そろそろ、もうそろそろだ。やば。全然。かくれんぼ誰が上手ですか。私です。皆さん、今村ゆうかちゃん、私の替え歌アラームどうですか。あ、私が使うの。春ちゃんステック今年もありますか。
もう1時間。生ハム好きよね。はい、大好き。ね。え、マジ、本当に家招待して。わかりました。声でかい人は浜松。浜松。一択。もう1時間無理です。皆さん、あの1時間後、今日はあれですよ、世界バレーが TBS で放送されるので、放送とかライブなんで。あ、200円超えてるやん、余裕で超えてる、嬉しいやん、目標達成。好きなお酒を教えてください。私最近梅酒好き。アリサが前梅酒作っててさ、めっちゃ美味しかった。すげえ梅酒。アリサ頑張れ、だって応援しましょう皆さん。若様スティッカー、じゃあとりあえずさ、アラーム時計作ろう。勝手に言ってる。せめて天然の人は吉武じゃん。うん、吉武かわいい。年下の先輩には敬語ですか？年下の先輩で。年下の先輩には敬語？年下の入団が先。ああ。いや、ノーノーノー。年功、年齢順ですね。着ボイス、着ボイスって懐かしいね。なんか着歌。あ、懐かしい。懐かしい。青森。ゆきさん、ゆきさん天然、ゆきさん天然、歌うまいの誰だろう。あ、小判太さんうまい。今村の上り出したけど圧がすごい。部屋狭く感じちゃうかもしれない。天井とかに貼ったらどうですか、寝室の。さあ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 、皆さんお時間も、200人の中も役員の方が見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。サミツの人もね、何人か来てくれて、ありがとうございます。ゆう楽しかったか？はい、楽しかったです。スクショタイムしますか？今の話しても見てた。あ、スクショタイム。ゆうか様の唇ってソフトテニスボールみたいに待ってて、そうです。どういうこと、どういうこと。柔らかいですよ。じゃあスクショタイムしてあげます。クソ上からやな。してあげますね。あ、ちょっと待って、一回飲みたい。チーズのポスターです。タラララ。いつもは見えない勇ましい顔。中川はこんな顔も見ないね、なかなか。めっちゃかっこいいじゃん、みんな。うん、だいぶ怖いって言ってた、これ、このポスター。かっこいいって言ってる。かっこいい、かっこいいですよ。かっこいいよね。はい、じゃあスクショタイムしちゃいますね。あ、コメント見れないわ。何？やだ。ちょっと違った。イエーイ。ウミちゃん。まさか。イエーイ。取れたかな。取れました皆さん。クマがすごい。取れましたか、はい、今シーズンもたくさん応援できてください。本当にホームゲーム多いんで、九州が特に多いんですけど、ぜひぜひちゃんといっぱい来てる人はちゃんと覚えてるよね。私はグリーンアリーナの満員が見たいです。本当に見たいね。来てくださいね。11月前も熊の話してた。花蔵ね、花蔵はマジ悪口なんだからね。本当に。まあ自分で言ったんだけどね。取れました。上向いた瞬間にスクショしちゃったって最低。白い白い。最低とか言って、まさかの終わりなんです。皆さん応援来てください。会場で会いましょう。神戸行きます。神戸待ってます。待ってます。愛情込めてのマジ、本当本当アカウント名覚えたぞとか言って。嘘。全然覚えてない。いいんだ。楽しかったですか皆さん。結構前、うん、ちょっとなんか本当気まなんだっけ、気まずい時にやるの。気まぜっと、気まぜっと出た出なかった、出なかった。
キマゼット延長はなし。世界バレーがあるのであるのでね、はい、明日も皆さんお仕事ですよね、うん、早く起きないとあの優香さんに怒られちゃうんで朝ダラダラしないでくださいね皆さんシャキッとしましょう頑張りましょう明日も一日はい私も頑張ります。ということで開幕戦まであと V リーグ開幕まであと31日となりました。1ヶ月、今日は、はい、あっという間ですね。佐賀大会のチケットは10月1日に一般販売開始になります。いいですか、10月1日ですよ、一般販売ね、10月1日。そして佐賀大会は佐賀県プレゼンツ佐賀最高デーとして開催されます。両日ともに佐賀駅から佐賀プラザ総合体育館まで続く沿道に何ですか、マルシェやキッチンカーが並びます。おおすごい、これすごい、お祭りみたいな感じってことですか、すごい屋台みたいな、屋台というかキッチンカーか、そう、駅からいろんなお店とかが出てて、あのすごい、この間エマにサインとかもしたよね。はい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 、あれも途中にある神社にすごい、すごい全選手分のエマ入り。皆さんぜひこのストリートフェスタも楽しみながら会場までお越しいただければなと思ってます、思います。2個3個楽しいが、うん、イエーイ、本当に皆さん来てくださいね。わーすごい、これは次のインスタライブは10月の1日です、うん、7時半から19時半からからです。誰かが来ます、そう、内緒です。イケアが来るかもしれません。カムバ、カムバするかもしれない。カムバ、え、大竹一世、一世さんいるっぽい。へえ、おっと見れます、あ、ハマ、ハマ、こ、声でかい認定しといたよ。つえば、姉来てねえぞ。まあいいや、まあ下にみんな備えてるでしょうから、うん、では皆さん今日はお忙しい中ありがとうございました。いい夢見てください。じゃあね、世界バレー応援しましょう。バイバーイ。